はい、おはようございます。映ってるかな。おはようございます。キャプテン浩二です。お久しぶりです。ただいまの日時は、2020年の、9月の14日月曜日、朝の10時8分になります。本当お久しぶりですね。1週間以上空いておりましたけども、またね、動画撮影していこうと思います。今日月曜日ね、休み明けでね、ちょっと体がだるいですけども、また今週もね、頑張って、やっていこうと思います。トンボがね、1匹飛んでおりますね。今日はこのようにね、すごくいいお天気になっております。もうね、だいぶね、気温がね、下がってきましてね、まだね、お昼はね、暑いですけどね、昼間は暑いですけども、朝、起きた時はね、だいぶね、気温が低くてね、朝のお散歩がね、気持ちいいですね。はい、ちょっとだるいですけども頑張ってやっていきますので、またよろしくお願いいたします。ランチャーストラトスね、今日はね、もうだいたいセッティングというかね、メンテナンス終わりましたのでね、今からまたエンジンかけてね、ブレーキ、この前はね、ブレーキの調整してね、ブレーキを取り付けてね、そして車高をね、下げました。こんな感じでね、ちょっと見てもらおうかな。こんな感じでね、車高を下げてね、かっこよくなりましたんでね、こんな感じでね、タイヤハウス、ボディにね、当たるか当たらない、ちょっと当たるぐらいのね、ギリギリの、ギリギリ車高を下げております。ね、かっこいいですね。はい、こんな感じになっております。今日はね、ちょっとね、もしよければね、調子が良かったらちょっと走らせてみようと思って、準備しております。まあ、慌ててもしょうがないんでね、ゆっくりさせてください。ちょっとまずボディ取ってね、ブレーキのね、調整、エンジンかけてね、ブレーキの調整をね、またやろうと思いますので、見とってください。はい、こんな感じでエンジンをかけましょうかね、まずはね。はい、燃料を入れておきましょう。燃料をね、いっぱいに入れてね。
はい、それではね、ちょっと待ってくださいね、プラグヒーター、はい、それではやっていきましょう。はい、エンジンかけますね。すいません、ちょっとね、プラグのね、充電ができてないね。プラグの充電ができてないです。ちょっとすいません、ちょっと待っててください。ちょっとプラグをね、外してみます。あー、ちょっとね、湿ってますのでね、はい、アクセルはね、手動でやってみようかなと思いますね。ちょっと調整が必要だと思いますので、アクセルのね、調整
またね、プロポ側でね、エンジンがね、ちょっとね、トリムで調整すると、少し、ちょっとしか動かないので、またエンジンかけてね、で調整しようと思いますけれども。ポケットブースターのね、充電ができてなかったので、ちょっと充電します。 2,3 時間ね。はい、それではね、待つのもあれなんで、ちょっと充電終わってからね、またね、再開したいと思いますので、よろしくお願いします。こんな感じかな。またね、ちょっとね、ブレーキとアクセルのね、調整をちょっとやってね、で、エンジンかけられるようになったら、またね、再開、動画再開しますので、よろしくお願いします。はい、それではここで一旦もう動画締めます。よろしくお願いします。はい、こんにちは、キャプテンコージです。こんにちは。今ね、この強調のサーキットバギーのね、エンジン始動を試みていましたけれどもね、なかなかね、エンジンがかかりません。ちょっとね、いろいろ細かいところをね、こういったね、ストレーナーのね、中をね、見てみたら、ちょっとゴミが入っていたり、それでこの排気ガスね、排気ガスのエアーの、ところですね、ちょっとね、結束バンドでね、きつく締めてたので、ちょっとね、エアがね、燃料タンクまで行かなかったりしたのではないかと思います。で、またね、充電したんですけどね、ポケットブースターを充電したんですけど、また電池が切れてしまいましたので、また充電しております。こんな感じでね、まだね、エンジンかかりません。エンジンがかかればね、なんとかね、ブレーキの調整もできると思うんですけどね。そんな感じで、今日はね、もう電池、ポケットブースターの電池がないのでね、ちょっとこれで、やめときたいと思います。そしてバッテリーの方もね、スターター回すバッテリーの方もね、かなりね、回してましたけどもね、エンジンはかかってるような感じですけどもね、すぐに止まってしまう状態で、スターターもね、結構ね、熱くなっておりまして、無理がいっておりますので、今日はもう無理しないでね、この辺でやめたいと思います。はい、明日またね、挑戦しますので、よろしくお願いします。今日はこの辺でもう断念しますね。それでは、また、明日、ちょっと時間があればね、やりますので、よろしくお願いいたします。ちょっと残念ですね。はい、それでは失礼します。